から試合が動きました。ファイターズの先発バーヘイゲンが2番の小深田に一発を浴びます。完璧な一撃でしたね。これはね、やはりこうタイミング合ってますよね。相性の良さね、小深田選手が一番感じてたんでしょうね。そうでしょうね。積極的にいって見事にホームランという結果。さあ1回の裏、イーグルスの先発は早川、来日初の1番に入ったマルティネスがいきなり結果を出します。センターへのヒット。さあその後ワンアウトランナー1塁で3番の清宮です。これ逆方向うまく打ちました。やはりもう3割バッターのバッティングですよね。こういうバッティングで見たら本当打率は、ね、どんどん上がってくるでしょうね。そうですね。マルティネスもよく走ってホームに帰ってきました。これで1対1の同点。ただ2回イーグルスは2アウトランナー2塁というチャンスで9番の太田、センターへうまく運んでいきました。いやーイーグルス打線もやはりつながります ね好調ですよね。序盤から好調さをうかがわせるそんな展開になります。そして3回の裏ファイターズワンアウトランナー2塁1塁で4番のレイエス、このバッティングがぐんぐん伸びてセンターに入りました。逆転のスリーランホームラン、これで4対2となりました。なかなかあの高さの、ね、抜けたカーブって外野フライで終わりがちなんですけど、はい、このパワーは本当ですね。いやそうですね、レイエスがパワーを見せつけます。5回です。5回の表イーグルスはワンアウト満塁、大きなチャンスを作ります。バッターボックスには伊藤幸也、平原のボールを捉えました。レフトへのタイムリーヒット、これで1点差4対3。いやですけどこの後を、ね、しっかり締めれたのがものすごくこの今日の試合の大きな、ね、分岐点になりましたよね。結局ノーアウト満塁から1失点ということになりましたね。バーヘイゲンが5回を投げ切りました。リードを守ります。4対3。6回です。ファイターズは2番手ベストフィールドのマウンドに戻ってきました川野龍生、2アウトランナー2塁とピンチを迎えるも3番の辰巳ファーストゴロに抑えましてゼロでしのぎます。いやこのね中継ぎ以降のピッチャーの今日の奮闘はものすごく大きかったですよ。そうですね、まあ、結果全員ゼロなんでね。7回は3番手杉浦、ワンアウト1塁から伊藤幸也のこの打球をライトの万波、いやこのプレー大きかったですね。いやもうここら辺も万波選手の庭なんで、あもうここはイージーなプレーでしょう。万波選手からしたら完全にこのライトの自分のものにしています。さあその万波ですが7回の裏左中間を真っ二つに破る今日2本目のツーベースで出塁します。そしてワンアウトランナー二塁一塁で4番のレイエス、藤平の初球を捉えました。いや何度見てもモーレエグいですね。そうですね、素晴らしい。モーレが本当にヤバさを見せつけました。7対3となります。今日6打点。そして8回です。イーグルスは2アウトランナー三塁、ファイターズは4番手の池田、ピンチを迎えるんですが最後は小深田見逃しの三振ゼロで抑えます。さらには9回マウンドには田中正義、ツーアウトを取って最後安田を詰まらせたセカンドゴロでスリーアウト。7対3リードを守りきったファイターズがイーグルスに勝利となりました。バーヘイゲンは今シーズン2勝目、エスコンフィールドでの初勝利。まあ、今日ファイターズは7得点挙げたんですがそのうち6打点はこのレイエスということになりました。3万人を超えるファンの中ファイターズが見事に勝利を収めたというゲームになりました。